ジョー・ロバーノは、アメリカのジャズ・サックス奏者、アルト・クラリネット奏者、フルート奏者、ドラマーである。グラミー賞を受賞し、タウン・ビート氏の批評家や、読者投票においていくつかの言及をしている。ジャズ歌手のジュディ・シルバーノと結婚しており、レコーディングと演奏を行っている。ロバーノは、ドラマーのポール・モチアンが率いるトリオのメンバーを、長年にわたって務めた。ロバーノは、 アメリカ合衆国をイオ州クリーブランドで、シチリア系アメリカ人の両親に生まれた。父親は、テナーサックス奏者のトニー・ロバーノ。父の家族は、シチリア島のアルカーラリフージから来ており、母親の家族は同じく、シチリア島のチェザロから来ていた。クリーブランドでは、ロバーノの父親が幼い頃からジャズに触れ、ギグをリードする方法、セットのペースを調整する方法、 仕事を見つけるのに十分な汎用性を備えた方法を教えた。ロバーノは6歳でアルトサックスをはじめ5年後にテナーサックスに切り替えた。ジョン・コルトレーン、ディジー・ガレスピー、ソニー・スティットが彼の初期に影響を与えた。1971年にユークリッド高校を卒業した後バークリー音楽大学に通いハーブ・ポメロイとゲイリー・バートンに指示。 ロバーノは1998年に大学から名誉音楽博士号を取得した。バークリー卒業後、彼はジャック・マクダフやロニー・スミスと一緒に働いた。ウディ・ハーマン・オーケストラで3年間過ごした後、ニューヨークに移り、そこでメル・ルイスのビッグバンドと共演した。彼はしばしば、ホーンセクション全体のリズミカルなドライブとパンチを伝えるラインを演奏している。 左から、ジョー・ロバーノ、ポール・モチアン、ビル・フリゼール1980年代半ば、ロバーノは、ジョン・スコフィールドとカルテットで、ビル・フリゼールと、ポール・モチアンと、トリオで働き始めた。1993年、地元クリーブランド出身のギタリスト、ビル・デ・アランゴのアルバム、エニシング・ウェント・デー演奏した。1990年代後半に、彼は、 デイブリーブマンとマイケル・ブレッカーとサキソフォンサミットを結成した。アルバム、クールの誕生組曲は、クール、ジャズとフリージャズ奏法へのトリビュート作であった。ロバーノとピアニストのハンク・ジョーンズは2007年6月に、キッズというタイトルのアルバムを一緒にリリースした。2007年のマッコイ・タイナーのアルバム、カルテットでは、テナーサックスを演奏した。2008年、ロバーノは、 ベースのエスペランサス・ポルディング、ピアニストのジェームズ・ワイドマン、そして二人のドラマー、フランシスコ・メラとオーティス・ブラウン三世と共に、アス・ファイブというクインテットを結成した。アルバム、フォーク・アートは、1960年代のアバンギャルド・ジャズとロフト・ジャズの精神をバンドで解釈することを望んでいたロバーノの作品を収録したものだった。アルバム、バード・ソングスは、 チャーリー・パーカーへのトリビュートであった。西アフリカのギタリスト、リオーネル・ルエケが、アルバム、クロス・カルチャーに参加。ロバーノは1970年代から集めてきた、リード楽器や打楽器を演奏した。ピーター・スラホフが6曲で、エスペランサ・スポルディングにとって変わった。これらはすべて、ビリー・ストレイ・ホーンによる、スター・クロス・ドラバーズを除き、ロバーノによって書かれたものだった。このアイデアは、 同時に演奏するというだけでなく音楽の中で音楽をまとめ上げて作品を生み出すことでしたとロバーノはクロスカルチャーのライナーノッツに書いている。皆がリードしフォローしているんです。そしてダブルドラムによる構成は創造性に他の要素を追加してくれます。ロバーノはバークリー音楽大学で教鞭をとっている。彼がジェフコフィンを教えたのは コフィンが1991年に NEA ジャズ研究助成金を与えられた後のことだった。タウンビート氏はジャズアルバムオブザイヤーをアルバムロバーノ・フォーカルテッツライブ・アット・ザ・ビレッジ・ヴァンガードに授与した。ロバーノは1991年から、そして1999年から独占的にボガーニのサックスを演奏してきた。彼は パール・シルバーのボディと 24K ゴールドのキーを備えた、ボガーニ・ロバーノと呼ばれる、独自のシリーズを持っている。ウィズ・デイブ・ダグラス・ウィズ、ジェームズ・エメリー、ジュディ・シルバーの、ドリュー・グレス・ウィズ・ジム・ホール、ジョージ・ムラーツ、ルイス・ナッシュ・ウィズ、ハンク・ジョーンズ・ウィズ・ベンジャミン・コッペル・ウィズ、グレッグ・オズ・ビー・ウィズ・ゴンサロル・バルカバ・ウィズ・サキソフォン、サミット・ウィズ・スコロホフ・ウィズ・エンリコ・ラバ・ウィズ・マルチン、 ボッシレフスキトリオボールモチアンジョンスコフィールドその他、ありがとうございます。